はい、こんにちは、116インズです。さて、早いもので開幕まであと2ヶ月強に迫ってきました。当たり前ですが、これはロックアウトがシーズンに影響しないタイミングまでにちゃんと終わる前提での2ヶ月強なので、実際のところどうなるのかは誰にも分かりませんが、まあファンとしてはレギュラーシーズンの試合が中止とならずに終わることを祈るほかありません。昨年の MLB は新しい世代のスター候補たちのブレイクが特に印象的で、大谷選手が投打に一段上のレベルの選手に上がったのもそうですが、ブルージェイズのゲレーロジュニアも多くのファンが期待していたスラッガーへ成長する1年を送りましたよね。当チャンネルでも昨年ブレイク候補の選手を何人かピックアップして、でその中にはゲレーロジュニアも含めていただけに、彼の活躍は本当に嬉しかったです。ということで、今季もブレイクに期待がかかるブレイク候補選手6人ほどまた挙げていきたいなと思いますので、早速その選手たちを見ていきましょう。はい、まず1人目はマリナーズのジェレッド・ケルニック。昨年球界ナンバーワンの外野の有望株として注目されていた選手で、女子高生であってもケルニックの顔を見ればきっとマリナーズの未来を感じるであろうスター候補は、ルーキーイヤーから MLB でインパクトを残すと思われていましたが、人生で初めてのスランプに苦しむ年となってしまいましたね。デビュー1ヶ月間とにかく打てず、打率は0割9分6厘。マイナー落ちを経てオールスター明けにまた戻ってきましたが、なかなかそれでも思い通りにはいかず、凡退するたびに悔しがる彼の姿は見るのも辛いくらいでしたし、打撃フォームもコロコロ変わって試行錯誤している様子も伺いました。ただそんな挫折にもケルニックはくじけず、シーズン終盤の9月からようやく MLB への適応を見せ始めました。プレーオフ争いの最中というプレッシャーのかかる試合が続きましたが、9月以降29試合でホームラン7本、20打点、そして OPS 8割5分4厘。少しずつ自信を取り戻し、1打席1打席落ち着いて入ることができているようにも見えましたね。本人が思い描いていたような1年目ではなかったかもしれませんが、9月のようなバッティングができれば絶対大丈夫なので、メジャー2年目を飛躍の年としてほしいです。2人目はレッズのタイラー・スティーブンソン。キャッチャーがメインの選手で、昨年はバーンハートの控えと、ボットが離脱した際にはファーストにも入って132試合の出場で打率2割8分6厘、OPS 7割9分7厘、新人王投票でも6位に入るなど、すでに結果を残したとも言えそうですが、バーンハートがコンフ・タイガースへとトレードとなり、正捕手として開幕を迎える今季はさらにもうワンランク、打撃のレベルが上がることに期待したいです。アベレージとパワーの両立がある程度できそうな時点で、キャッチャーとしてこれ以上の魅力はないと思いますが、守備面では盗塁阻止やフレーミングにまだ課題が残るものの、もともとはキャッチャーとしては動ける部類の選手との評価が多かったので、年数を重ねるごとに捕手としての守備力はトータルで平均レベルには改善してくるのではないかなと。今季140試合くらいでホームラン20本、 OPS 8割中盤くらい残せれば一躍キャッチャーのスターとなれそうですし、レッズとしてもバーンハートを手放した判断は間違っていなかったと確信を持って言えそうですね。3人目はパイレーツのオニール・クルーズ。身長が2メートル1センチと野球選手としてもめちゃくちゃ大柄なんですが、これでポジションがショートだと言うんだから驚き。昨年はダブル A とトリプル A で計68試合に出場し、打率が3割1分、OPS 9割7分、ホームラン17本と結果を残し、シーズン最後の3連戦では MLB 初昇格、最終戦にメジャー初ホームランも記録しました。大きな体に秘めた特大のパワーポテンシャルに絶大な期待がかかっていまして、MLB.com のスカウティングレポートによれば、2019年に平均打球初速 92.4 マイルも記録したみたいですし、初ホームランの打球初速も 118.2 マイル。いまいちピンとこないかもしれませんが、昨年 118.2 マイル以上の打球を打った選手は MLB 全体で7人しかいませんし、また昨年のブライス・ハーパーの平均打球初速が 92.5 マイルですので、パワーだけならハーパークラスなわけですね。もっともクルーズはまだまだアプローチに課題が残り、マイナーでの三振率も決して低いとは言えませんので、今季メジャーでアベレージを残すのにはちょっと苦労しそうな印象はあるんですが、一応マイナーでは徐々に打率を上げており、これを今季メジャーでも続けることができれば新人王候補になってもおかしくはないんじゃないかと考えています。4人目はホワイトソックスのマイケル・コペック。コペックは昨年の時点でブレイクとも言えそうですが、今季は本来彼が期待されていた先発に戻るため、そこで本当の意味でのブレイクに期待している右のピッチャーですね。2019年はトミー・ジョン手術、2020年はコロナ感染拡大で出場を辞退し、丸2年間全休したため、どういうピッチングを見せてくれるのかも不透明だったコペックですが、100マイルを超える速球とスライダーのコンビネーションで昨年活躍。もともと先発ということもあって複数イニング任されることも多かったですかね。ハムストリングの怪我を経て夏場以降成績を落としてしまった点は気がかりですが、シーズン通算で69回3分の1を投げて103奪三振、奪三振率に換算して 13.4 とメジャーレベルでも打者を圧倒できることを証明できたと思いますので、あとはそれを先発でも変わらずできるか。
幸いホワイトソックスのローテーションはメンバーが充実しているため、コペックにそこまでのプレッシャーはかからないと思いますので、無理に長いイニングを投げようとはせずに伸び伸びと投げ、昨年のロドンのようなブレイクに期待したいです。5人目はエンゼルスのパトリック・サンドバル。昨年ブレイクの兆しがあった左腕も、8月中旬に左腰椎の怪我でシーズン終了。今季はフルシーズンで飛躍の1年としたいところ。エンゼルスの先発陣が全体的に苦しんでいたところ、昨年5月中旬からローテーションに入ったサンドバル、14先発で防御率 3.39、 イニング数以上の三振も奪い、7月24日のツインズ戦ではあわやノーヒッターの快投も見せ、大谷選手やアレックス・カープと並んでエンゼルス先発陣の中では比較的計算できる存在でしたかね。サンドバルの決め球であるチェンジアップは MLB 屈指のボールとなっていて、昨年被打率がわずかに1割3分9厘、もっとすごいのが空振り率で、こちらが 51.4% と MLB のバッターであってもどう対応していいかわからないほどの球種となっており、彼の投球のまさに生命線となっています。今季もこのチェンジアップが同様に効果を発揮すれば、先発としての活躍が見込めそうですし、エンゼルスはとにもかくにもまずは投手陣が最低でもリーグ平均レベル以上まで上がってこないことには、プレーオフ争いに絡んでいくのは難しそうですので、サンドバルがチームを押し上げることはできるのでしょうか。最後はオリオールズのラモン・ウリアス。個人的にファンタジーベースボールでもキープし、密かに期待している選手ですね。2010年にレンジャーズと契約してから MLB に昇格するまで実に10年かかったやや遅咲きの内野のユーティリティで、昨年も開幕直後はなかなか結果が出なかったりしたため2度マイナー落ちを経験しましたが、6月末にフレディ・ガルビスの怪我で再昇格を果たすと、以降はメジャーに留まり続けました。6月末以降、二遊間を中心に守りながら60試合で打率2割8分8厘、OPS 7割9分。二遊間の選手としてはなかなかの打撃成績ですよね。足が速くない割にゴロ率が 50.5% と高めで、これが足を引っ張ってしまった感はあるものの、平均打球初速及びバレル率はともに平均以上で、もう少しフライが増えればシーズン20本くらい打てるユーティリティになれるんじゃないのかなと。オリオールズでは昨年セドリック・マリンズがフライを増やしてブレイクイヤーを迎えたのが記憶に新しいですが、ウリアスも続いても全然おかしくないんじゃないかなと期待しています。ということで、こちらの6人の選手、個人的に特にブレイクに期待している選手たちとなります。シーズン後きっとまた予想が正しかったかを振り返る動画を出すと思いますが、その時にこの予想が全て的中していることを祈るばかりですし、ケルニックはマジで頼む。いや本当に、マジで。また今回出てこなかった選手の中にもブレイクの可能性がある選手いると思います。皆さんがブレイクすると思っている、あるいはブレイクに期待している選手でもいいですので、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんがブレイクに期待していた選手たちが果たしてブレイクしたのかを検証する動画なんかももしかしたら出るかもしれませんので、どしどしコメント欄にブレイク候補選手書いていってください。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。